こんばんは、ブリテです。今日、成人の日だったじゃない。中野の方でね、仕事で、たまたま自転車で撮った時にさ、着物着てる女の子でさ、ブーツ履いてる子いたのよ。あと、ハイヒールとか。ま、ちゃんとさ、スッターっていうのあれなんていうのかな着物の時に履くあの靴。なんかスッターみたいな、そういう靴あるでしょ。ちょっとなんか刺繍とか入ってる。ああいうちゃんと履いてる子もいいんだけど、なんかブーツとかって、中森明菜が再ブレイクしたのかなと思って。だって、デザイアの歌の時、中森明菜着物にブーツ履いてたでしょ。それ以外着物でブーツ履くことってないじゃない。あと、着物にハイヒールって子もいたのよ。ごめんなさい。エロい。ごめんなさいね。グッときた、うん。着物にハイヒール、アンバランスだけど、なんかエロいのよ。釘付けになっちゃって、あ、ええわと思って。まあ、いろんな形の着方があっていいんだと思うけど、着物にハイヒール、すごくええ。なんか着物なんか短いのよ。エロいでしょ。そういう何今新しい着物の着方ってあるのかな。それも独自のそういう、なんていうのなんか、お色気路線を出してんのかしら。おばちゃんはいいと思います。仕事でね、いろんなとこもあったんだけど、一番、成人式の格好してる若い子たちがいたのは、まあ、いたっていうか目立ったのは、中野かな。でも、そう考えると、おばちゃんたちの時代の成人式って、えげつなかったと思う。各駅とかさ、成人式の会場の近くにさ、金融会社の広告がついたさ、ポケットティッシュ配ってるお姉ちゃんとかさ、いっぱい出没してたもん。成人になるからもう借金できるじゃん。だから金融会社の人とかもさ、夜勤になってさ、ポケットティッシュ配っとんのよ。今はもうそういうのをやってる人いないけど、いや昔はひどかったな。で、おばちゃんはね、たまたま仕事で成人式出れなかったんだけども、まあスーツ用意してたんだけど、急遽さ、仕事休めなくなっちゃって、もうCD レンタルね、で店長に謝られて、すいません、もうお願いって、みほちゃん今日休みなのって、またすかっていう。結局行けなかったのよ。でもね、各駅とか成人式の会場の近くに金融会社のポケットティッシュ配りのお姉ちゃんたちがいっぱい並んでたりさしてた。あの時代とかはほんとひどかったなと思うな。それで中野駅の周辺って今再開発してるじゃん。大きい、あれ多分三井かなんかのタワマンかなんか建つのかしら。駅の目の前よ。あとね、ビルがなんかすごい高いやつからね、3棟建ってる。立ってる手が今もう途中まで、3分の2ぐらいまでできてるようなのがね、どんどんとあるのよ。あとね、広大な空き地をいくつかあって、建設予定地みたいななんかそんな看板立ってるから、中野、おばちゃん思うんだけど、秋葉原もダメじゃん。で、中野って今オタクの街になってるでしょ。秋葉原みたいな、ああいう、なんていうの、アニメーションとかオタクの街を、なんかいろんな企業が食い物にしようとしてダメにしようとしてんのかなと思って。大人が介入するとね、みんななんかそういう若者文化って廃れちゃうよ。秋葉原がいい例でしょ。あ、それで今さ、原宿の代わりが新大久保って言われてるじゃん。おばちゃんは新大久保だと思わないんだよね。高円寺だと思う。もう昔の裏腹みたいになってんの。若い子たちもいっぱいいるし、変わった服屋とかさ、インテリアとか、あと海外のなんか雑貨とかさ、すごいのよ。なんか昔の原宿みたいになってんの。で、裏道とかにもさ、そういうお店が点在してて、こっちの方が今もう若者文化の最先端じゃんっていうようなお店ばっかりなのよ。で、
おばちゃん仕事で通るでしょ、なんか恥ずかしくなっちゃうなんか恥ずかしくなっちゃうのよ、これ年なのかね、なんかこの場にいたらなんか申し訳ないと思っちゃうのよね、いやね年ってそういう風になんか気使っちゃうもんなのね、この年なんてよくわかったわ、なんか邪魔しちゃいけないなと思って、若者もそうなったらババアでしょ、いやーね、もう自発的にそう思ってるこの自分が嫌ね、うん、で高円寺の次って言ったらおばちゃんはやっぱり清澄白河、だって今日本で一番カフェが多い街になっちゃったじゃん、あのね空き地だったりさ、あとお店もどんどん潰れちゃったり、あとまあ家はあるんだけど全然誰も住んでないような、そんなのもうね清澄白河はねもう溢れ返っちゃったのよ。で、区長がやり手でさ、税金安くしてさ、商売やるんだったら、もうどんどん、できやすい環境を作ったんで、もうよろしく、うち来てくださいって言ったら、あ、まあ安いんだったらって言って、どん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 若い子たちがさ、おしゃれな洋服屋さんとかカフェとかさ、あと、なんかこじゃれたレストランみたいなのをさ、あと、なんだろう、パン屋さんとかさ、雑貨屋さん。おしゃれな街になっちゃったのよ。ヤンキーしかいなかったのに。ヤンキーしかいないし、もうどうしようもない街がもうめちゃくちゃおしゃれな街になっちゃったのよ。びっくりしちゃった。なに教師にしなかった。いつからヘルメット被らなきゃいけなくなったのって思ってる人多いと思うよ。知り合い多いから。ごめんなさいね。ゲンチャイとか乗ってる人で。ヘルメットかぶんなきゃいけないことになったのって思ったでしょ、それがひどかったのよ。どうしようついたら、ごめんなさいね。怒らないでね、清澄白河に住んでる人。でも事実じゃん。でもすごくね、おしゃれな街になったのよ。で、その次に来るって言ったらおばちゃんは根津かな。あのね、根津ってね、昔ながらの情緒あふれる街並みが残ってて、そこにね、おしゃれな前、なんていうの、お店とか多かったのよ。で、ちょっとコロナ禍でどんどん潰れちゃってたんだけど、まあ、空いてるところに、若い子たちがね、まあ、美味しいお店も増えたっていうのもね、一つなんだけど、あと、カフェとか、あと雑貨屋さんとかね、なんか、おしゃれになっちゃったのよ、また。あの、レトロなおしゃれっていうのかな。だから、若い子たちいっぱいね、だからその、清澄白河と、寝ずにね、帰ってきてんのよ。あと、巣鴨とかも若い子今多いじゃない。巣鴨ってさ、おじいちゃんおばあちゃんのさ、町でしょ？でもなんで若い子たちがいっぱい今来てるかってわかる？最大の理由があるのよ。おじいちゃんとおばあちゃんってさ、下越えてるじゃん。厳しいのよ。美味しいお店じゃないと巣鴨ってやっていけないんだけど、だから若い子たち、カップルで食事しに来る子たち増えてんのよ。いや、確かに巣鴨は美味しい。美味しいお店がめちゃくちゃある。だからね、若い子たちってそういうなんていうのかな、楽しみ方とかと、なんか料理でなんか変わってた美味しいものとかよくわかってるんじゃないかなと思うのよ。昔の若い子たちよりも。だから街とかいろいろね、仕事で回ってるとね、それをすごく感じんのよね。ここ数年で多分伸びると思うのが、まあ、清澄白河がどん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 伸びてるじゃない。深川の方までどん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 広がってきてるでしょ？だから街がどん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 おしゃれな街が広、なんていうの、広がりを見せてんのよ。で、根津はどん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 美味しいお店とか、おしゃれなお店がね、一つの商店街に集約してるっていうんじゃなくて、ちょっと小道入ったところにポツンとあったりするね。それがまたいいのよ。だから自分しか知らないようなお店、若い子たちグッと来るでしょ。それが根津のね、なんていうかな、若い子たちを引きつける魅力だと思うのよね。で、歩いてる街もまあレトロでいいじゃない。昭和の街を歩いてるようなね、たたずまいがいっぱい残ってんのよ。で、美味しいもの食べに巣鴨でしょ。この三つがすごく伸びていくんじゃないのかなと思う。そこでね、東京の街で外せないのは新宿ですよ。この間もそうだけど、今日もさ、たまたま新宿寄る用事あったのよ。で、
電車乗っててさ、で、横空いてて、そこにさ、まあ、新宿から乗ってきた若いお姉ちゃんがさ、座ったのね。で、いや、まあ、香水もすごいんだけど、獣の匂いがするのよ。もう多分10代ぐらいの姉ちゃんたちだと思うんだけど、まあ、香水で多分ごまかしていると思う。すごい獣の匂いがするのね。ごめんなさいね。でもこれ事実だから。いや、もう帰ってんの家とかっていう風に疑問に思うようなことをね、ちょっと感じたんだけど。で、夜とかもさ、新宿とか歌舞伎町通ることあんのね。で、ホスト街とかさ、どう見てももう10代の中盤ぐらいの若い子たちがゴロゴロいんのよ。夜でもよ。それで、もうずっとここら辺で遊んでて、家帰ってないんじゃないかなっていうような子たちばっかり。すごく目につく。マッポちゃん何やってます？マッポちゃん、すごく若い子たちいっぱいいますよ。夜遅くまで。新宿やっぱり若い子来んねん。びっくりするぐらい若い子多いよ。で、新大久保の方とかも仕事通るけど、確か人多いけど、カップルとかね、あと男の子同士とか女の子同士だから、友達とまあ合流してちょっと新宿の方に来たついでとか、あと新大久保に遊びに来たっていう感じなんだけど、なんか新宿にいる若いお姉ちゃんとかさ、もうずーっといるっていう感じに感じるんだよね。いや、ごめんなさいね。誤解だったら、おばちゃん謝る。みんな帰ってんの？なんか、そんな、なんていうの、おばちゃんたちの時代の新宿が帰ってきたのかなっていう感じする。おばちゃんもずっと新宿いたもん。だからわかるんだけど。おばちゃんはね、まあ、水商売とかも長かったから、新宿で仲良くなったホステスさんちの家に転がり込んだりとか、あと、そのホステスさんの友達の、なんか、ちょっと怪しいお兄さんのところに、しばらく住まわしてもらったりとか、転々とした時代あるんですけども、ろくなことなかった。トラブルの連続ですよ。あとね、早く出てってくんねえかなっていうね、空気出されんのよ。だから、おばちゃんずーっと家帰んないで、新宿で転々としてた時代あるけど、なんでそんなに新宿が良かったんだろうって今でも思うよ。いや、もう嫌な目にしか合わなかった。たまには帰ろうよ。おばちゃんね、それを言いたい。たまには帰ろう。あ、それとね、街ね、走ってて自転車で、すごく感じるんだけど、なんでこんなにコインランドリー増えてんのかしら。すごいできてんのよ。え、そんなにいるっていうぐらい？なんか、一時期の高級パン屋さんみたいな感じでさ、ガンガンできてんのよね。で、今、無人餃子屋さんとかさ、あれだけ増えてたけど、そんなにもうできなくなってきてるね。だって実際買う人はいないでしょ？まあ、ほとんど税金対策だと思うけど、お金持ってる人なのね。前もニュースでやったけどさ、営業の人で、あれってね、もうほとんどね、利益出てないのよ。利益出てないってことはさ、税金対策できない。で、そういうの紹介するところがあるんだって。こういう、まあ、無人餃子屋なんですけども、やってみないですかって。マネージャーいっぱい持ってる人のところに、ね、現れんだって。でもさ、もうほとんど、とんでもない赤出しちゃうとさ、それはそれで問題じゃん。なんていうの、無人のさ、餃子屋もそうだけど、無人の肉屋さんも出てきたけどさ、無人の肉屋さん入ってる人ほとんど見ないのよね。あれはすぐ衰退すると思うんだけど。でもね、街走った時にね、異様にコインランドリーやんのよ。あと、ハンバーガーショップ。個人経営のね。カップルで食べに来るんでしょ。まあ、そこそこの金額出しても食うだろうって言うんだろうかな。なんかもうとんでもない金額でさ、売ってるハンバーガー屋さんとかすごい増えたじゃん。でも結局美味しくないとみんなそこ行かないでしょ。
だからパン屋さんとかよりも早めに衰退していくんじゃないのかなって。どこ行ってもハンバーガーショップあんのよ、どん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 できてて。だからハンバーガーショップとコインランドリーがすごく目につくかな。あとあのラーメン屋さんさ、この中で潰れちゃったとこ多いじゃん。でもね、お蕎麦屋さん残ってるとこ多いのよね。うん、お蕎麦屋さんってさ、なんだかんだ言ってさ、やっぱり毎日食べても飽きないじゃん。でね、カロリーも低いし体にもいいし、そう考えてさ、お蕎麦屋さんって強いなと思って。おばちゃんツイッターでこれびっくりしちゃったんだけど、今のさ小中高の教室で携帯の着信音を10代の頃しか聞こえないモスキート音の着メロにして先生にバレずに授業中にメールをしまくっているらしい。大人の教師には無音の中、子供たちには着信音の嵐の世界。すごいな、まるで昔に書かれた未来小説の世界みたいだ。え、携帯ってこれスマホでしょ？スマホの、まあ、着信音？モスキート音？大人の人に聞こえないっていうことなのかしら？おばちゃんはこれちょっと聞こえるかどうか試したくない。絶対嫌。今度ね、おばちゃんの SNS に誰か送ってこないでね。おばちゃんは試したくない。なんていうの、そういう、なんか、話題に乗りたくないの、自分の思うように突き進んでいきたいのね。だから、おばちゃんのところに誰も送ってこないでね。え、何この、なんか音声も聞こえないし、映像もないし、何これって。おばちゃんが呟いた瞬間、やっぱりお前ババアじゃんって言われそうだから。嫌よ。で、それ以外にもさ、モスキートーンなんかあるかなと思って、SNS で見てたらさ、今、モスキートーンアプリっていうのがあるらしいわよ。しかもいろんな種類。例えば加齢による聴力低下を確認したい時用のアプリとかさ、あと虫を寄せ付けなくするためのなんか、その、蚊とかが嫌で近づかないんでしょ、モスキートーンって。だそういう用のアプリとかもあんだって。試したくない。いや、絶対聞こえなそうだよ。何も。ババアだっていうことねえ、今以上知ってどうすんねん。もう十分知ったわよ。現時点で。これ試して、さらに知るのなんか嫌。嫌よ。それ今ね、ウィキ見たら、20代以降の人はね、聞こえづらくなるみたいに、もう、20代で。あ、おばちゃん26だから、だから聞こえないんじゃないかな。そういう気がしてくる。でも聞こえる人にとっても、かなり耳障りな音なんだって。強く不快に感じる人もいるみたいだけど、まあもう全然普通に聞こえる人もまあ少なからずいるってことみたいよ。で、ウィキにも書いてあったけど、大人には聞こえにくいことを利用して、授業中に教師に気づかれずに携帯電話を使用するための着信音として使ってる学生もいるっていう風に。で、結構大きい音で出しても、先生にあまり気づかれないみたいよ。で、ハドソンが、モスキートという CD 出した。年齢チェックとアラーム、メロディーなど18曲を収録。エポック社が年齢を予想するおもちゃである、トシバレールを販売。あ、その、なんて聞こえるか聞こえないかで、ね。なんて罪深いおもちゃ出したの。レディーに年齢をね、確認させるなんてほんと失礼な、もう行動だと思わないのかしら。エポック社おばちゃんも嫌い。ハドソンも嫌い。でも、音でさ、不快な音っていうのを、おばちゃん、ちょっとピンと来たことあるんだけど、黒板さ、爪でキーってやったりする？あの音おばちゃんね、平気なのよ。でも葉っぱ
泡スチロール同士がさ、擦れる音がおばちゃんダメなの。なんか鳥肌立っちゃうの。背中がね、ゾワゾワゾワってしちゃうのよ。引っ越し業者の人がさ、なんか洗濯機とか冷蔵庫運ぶとき、なんていうの、発泡スチロールでさ、気をつかないで梱包してるときあるじゃん。で、それが擦れる音とか聞こえると、うわーってなっちゃう。昔からそうなのよね。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。